はいどうも、鳥さんです。本日はこちらです。はい、というカルディさんのアボカドトルティーヤチップス。まあ、まあ、カルディさんはトルティーヤは結構いっぱいあるじゃないですか、種類が。でもこれあれの定番とあそこにあるやつとはまた別のシリーズですね。美味しいでしょ、間違いない。よいしょ。さあ、緑色ね、これは練り込んでる系ですかね、アボカドね。あ、トルティーヤも好きですし、アボカドも好きですし、こういうね、あの若漏れ大好きなんですよ私ね。タコスとかにザバザバ乗っけたい、これで食いたいっていうね。まさにそれを乗っける手間を省いたっていうね、これ一つで若漏れになるっていうことだと思いますけど、いただきます。うん、美味しい。あ、うん、いや結構味しっかりしてるな。いわゆるタコスチップスはあのカルディさんにあるあのシリーズのとほぼ同じだと思うんですけど、あ、これすごい味がね濃いよ。うん、うまい。これ知ってんだ、これと合うの知ってんだ。うまい。うん、うまいね。そうですね、だからアボカド、まあやっぱトルティーヤがすごく強いんですけど、そこにちょっとアボカドの風味といいますか、まあ、そういったものを感じながら、あとね、結構味付けもね、その塩とかなのかな、結構しっかりしてるんで、でもいわゆるまあトルティーヤのちょっとした甘みも感じながら、これも後を引くお菓子ですね、おつまみですね。美味しいです。これに若盛り乗っけたらもっとうまいんじゃないかな。どんだけだっていうね。アボカド美味しいよね。割るのも好きで、でつってカッつってね、カッカッつって、いいですよね。うまいです。どうしよう。どうしよう。これは味の濃さがね、とてもいいんですよ。後を引くんですよ。どうしてくれんだ。責任取ってくれるんだろう。うまい。うまい。はい、これはだからアボカドが好きじゃないですっていう人も食べられます。美味しく、とってもよくできています。美味しかったです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。